森渡るのスポーツ部ー、イエーイ。おう、イエーイ、今日は、はい、ソサイチのコートに来ました、はい、サッカーの、まあ、兄弟みたいな感じ、うん、なるほど、分かった。それの日本代表に知り合いがいまして。そうなの、すごいじゃん。そのね、日本代表と今日ね、森家でね、勝負しようかと思って。よし、勝負しよう、ね、日本代表呼んでますから、でお呼びしたいと思います。はい、はい、ソサイチ日本代表、中川隆治くんです。お願いします。お願いします。あと、このコートを管理されてる、徳永さんです。よろしくお願いします。今日ここのコートの説明ちょっとお願いしてもいいですか。ありがとうございます。初めて来たんで。ここは3年目ですね。2018年から、日本初の被災地コート専用コートでした。そうだ、その通りです。日本初だそうです。ここが初。今はもうこの数年間で多くできてきて、はい、いろんなコートもできるようになってきたんで、どんどん普及を目指して、このコートを拠点にできていくことを目指して、はい、ありがとうございます。活動しております。はい、で、ね、今日勝負するわけですけども、はい、中川くんはソサイチの日本代表、何年から代表なの？2016年から一応日本、まあ、代表と選抜として海外のそういう国際の大会に参加させていただいてて、日本代表はね、一回もなったことないからね、その肩書きだけで超羨ましいというか、いや、そのね、実力を今日ね、ぜひ見せていただこうと。はい、いや、負けませんね、負けないもんね。はい、そしたら今日やる内容なんですけど、森家対、ソサイチ日本代表中川隆治の、1対3の勝負をしようかなと思ってて、ただね、ちょっと3人で、ね、キーパーつけるとさすがにちょっと僕がキーパーやるしかなくなるんで、1人ね、助っ人を呼んでるんで、その人をキーパーに置いてもいいですか？もちろん。そう、呼んでますから。助っ人来て。ありがとうございます。どうもお願いします。スタンアップ講義の奥村うどんです。今日は、助っ人に来ました。緊張してる？いや、緊張しますよ。めっちゃ緊張します。そうだ、何喋ろうと思ってすぐ。あれだろ、はい、このスポーツ部くんの2回目です。2回目ですね。はい、キーパーやってもらって、はい、がっちり止めますんで、がっちり止めてください。はい、で、何点選手にしようか。とりあえず3点選手で、はい、うどんが止めて、僕が止めて、はいはい、俺とともちゃんで3本、まあ娘もね、1人1本ずつ決めればいいと思う。はい、そうです。まあいけるだろうね。いけるいける。うん、1人だから。そうですよね。こっちは人数多いし。そうだよ。帰っても人間だし。じゃあね、娘もね、もう、はい、もうやる気満々。もう始まっちゃってるから。キーパーやるのね。キーパーかっこいい。止めて。お、前だ、前だ、止めた。ナイス。自分で打った。イエーイ。イエーイ。カニ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 。なになにこれ。オンゴールしてパフォーマンスします。
のに。今渡るさんと被ってて全然見えなかったそれは。嘘だろ。気づいたらもうシュート打たれてた今。ああ。よし佐藤。はい、よしよし、はい、ありがとう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 。なんて。はい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 。回しますます。回します。いやいやいや、ちょうだいちょうだい。ちいちゃんあっち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 、あっちに持ってってボール。取られない取られない、いいよ。はい、パス。じゃあパス。パブちゃんパス。パブちゃんパス。オッケーオッケーオッケー。先先。オッケーオッケーオッケー。はいはい。はいはい。パス。はい。と一緒だろ今。頑張りましたからね。お願いします。お願いします。店長、店長、店長、徳永さんね、話聞いたらね、徳永さんも結構すごい選手らしくて、すごい選手らしくて、代表も経験されてるんですよ。あ、
ちょっと最強すぎないですかそれ。え、じゃあまあ一応キーパーね。そうです、あ、なるほど、プレイヤーとキーパー側で、ちゃんと知ってる人にやってもらって、ちょっと勝利を目指したいと思います。もう一回だけですか。はい、ぜひ。じゃあちょっとそれで勝負していきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。ついたキックしてスタートするよ。頑張れ。はい、よし、スタート。ねえ。よっしゃー。よし、あっちだ、あっちだ。あっちに行くぞ。よし、あっち行くぞ。持ってけ、持ってけ。持ってけ。あ、持っちゃう。本当に持ってる。いいよ、いいよ、じゃあちょうだい。よしよし、じゃあ、ちょいちょい、あっち走って、あっち走って、あっち走って。そう、いいぞ、いいぞ、いいぞ。あー、間違えた。やばい。こっち来て、助けて、やばい。よしよし、下がって。やばいよ。近距離内で止めれないんだな、お前は。いやいや違う、可愛くて止めれなかったってことですよ。だそれは彼女の武器だから。そんな、いや途中で種目変わってましたしね、ゲームは。そうっすか。ラグビーになってましたよ、途中で。いや、ソサイチってそういうもんじゃないですか。ソサイチそんな聞いたことないですよ。あ、本当？絶対違います。あれ、ソサイチそういうルールなかった？ソサイチはそういう感じでした。そういう感じ。いや、おかしい、日本代表だからこそ否定しないと。それはまあ若干ルールと違う部分があった気もするから。もう一回、じゃあさ最後の1点でやろうか。もう1点 OK、 最後1点。いや、やりましょう。最後1点勝負、あと1回。よし、いいよ。最後ね、2回目徳永さん入ってもらってやったんですけど、まあさすがですね、あれは取れなかったっすね。でも1回なんかすごいスーパーセーブやりましたね。奇跡ですね。あ、奇跡ですか。はい、あのフィールドしか本当はできないんで、すいません、言うの忘れてました。いや、フィールドも何もできない人もいるんで。そうですね、じゃないっす。あのね、あの足でなんとか繋いで可能性が見えたんで、まあ、というわけで最終的にね、ソサイチ日本代表中川くんの勝利ということで。うまいわ、これは。ソシは日本代表だね。いい試合は、意外と、だって、トモちゃんちゃんと決めたもんね。勉強でますね、遠くから見て。ちゃんとパスしてちゃんと決めてたもん。今日何されてました？今日は、あの、手袋つけて頭くたしになっちゃいました。はい、防寒用でしょ。僕は防寒用のつもりじゃなかったんですけど、結果防寒用になってしまいましたね。これこの手袋一回も使ってないでしょ。そうですね、使ってはないです、ね。うん、手が温かかった、ね、すごい今手温かいです。手がすごい温かい。おすすめです。おすすめです。はい、すごい温かいんでおすすめです。じゃあね、そういうわけで、中川くんね、来シーズンも活躍していただくということで、これからも頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。また機会やったら、じゃあぜひ、もうちょっとそしたら強力な助っ人を読んでいただいて、はい、お願いします。というわけで、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。この前とちょっと違う遊びをしたいなと思って、クロスバーにバーっていう、はい、ね、はい、あの当たるまで帰れません。帰る、うん、やってみようかなと思います。